ロバート・ジャクソン・ギャンブルは、アメリカ合衆国の政治家、共和党員。サウスダコタ州の政治家として、連邦会員議員、連邦上院議員を務めた。兄のジョン・ギャンブルや息子のラルフ・ギャンブルも、連邦会員議員となっている。1851年2月7日、ギャンブルは、ニューヨーク州、ジェネシー郡、アクロン近郊の農場で、父ロバート・ギャンブルと、母、ジェニーの息子として生まれた。 11歳の頃、両親と共に、ウィスコンシン州、フォックスレークに移住。同州アップルトンのローレンス大学に入学し、夏の間学校で教員として働いて、学費を稼いだ。学士号、修士号を取得して卒業後、ミルウォーキーの法律事務所で法律を学び、1875年に弁護士資格を取得した。後に、サウスダコタ州となる。 ダコタ淳州のヤンクトンに移住した。ダコタ淳州、第2司法地区地方検事、ヤンクトン市検事を歴任し、1885年には、準州議会議員を務めた。1894年選挙で、連邦会員のサウスダコタ州全州選挙区シート B に選出され、第54議会に参加した。1 8 9六年選挙には落選したが、1 8 9八年に、 再びシート B に選出され、第56議会に参加した。第56議会では、会員公共建築物資質委員会の委員長に就任した。1900年の選挙でギャンブルは、連邦上院議員に選出された。1906年にも再選されたが、1912年選挙で落選した。上院議員時代には、インディアンの略奪に関する委員会委員長。 海岸線への輸送ルートに関する委員会委員長、インディアン問題委員会委員長、登録法案委員会委員長を務めた。上院議員選挙落選後は政界を離れ、スーフォールズで弁護士としての活動を再開させた。1924年に、ギャンブルはスーフォールズで死亡し、ヤンクトンのヤンクトン私立墓地に埋葬された。ありがとうございます。